お世話になります。ひとりでございます。2月1日ということで月が変わりましたので期間限定レード更新されました。今回はその情報を共有させていただきたいと思います。今回は何のくくりですか？僕たちはエスパー格闘タイプ芸人です。なんでこのくくりにしたのかは知らないですけど、まあとりあえずそんな感じで今回はあのルカリオが出まして、でさらにハイレーツ、ゴチルゼル、ランクルスで巨大マックスでカイリキーとイオルブっていう感じですね。正直メンツ的にちょっと微妙ですけど、ルカリオだけはやっぱねめちゃめちゃいいんじゃないですかね。もう巨大マックスはもうネタ切れっていうか何回も同じやつ出てきてますね。新しいやつ作ってほしいですよね。まあいいや、今回はとりあえずねルカリオは絶対ゲットして、あとね何体かゲットしたいと思います。でやり方につきましてはいつも通りですね、不思議な贈り物からワイルドエリアニュースを受け取っていきましょう。ちょっと滑舌がすごく悪いですが1時47分なのに寝起きです。なのでちょっと許してください。はい、これで更新しましたら行きましょう。出現する場所についてはねいつも通りどこでも出ると思いますので、お好きなところにインしていきましょう。来いよ、一発目で来いよ。はい、ダメ。おい、いいけどダメ。はあ、またこいつじゃん。なんで紫出んね。おい、違うか。ダメよ。なんで紫また出んの。おい、え？全然出ない。来ないね。来ないよ。え？違うよね。は？ダメだ。え、冠雪月出ないの？また紫だ。は？ダメだね。また紫だ。ちょっと。絶対出ないじゃん。悪すぎでしょ。出ないね。もしかしてここの氷のとことか出ないっていうのがあんの？ここでやろっか。出るよね。出ない。あ、やっと出た。こんな出ないの？あのやっぱ氷のとこでは出ないのかな。まあ、とりあえず戦いましょうか一応。いや、ネギがないとでいけるねこれ。はい、どうも。もうこいつさ何回このレイドのやつに出てんのっていうぐらい出てますよね。ブレイブバードで行こう。うわ、めっちゃ入るじゃん。さすが四つ星ですからね。四つ星で2つしかないんだ、バリア。超楽っすね、倒すの多分。はい、オッケー、倒してくれた。はい、リピボで行きましょう。おし、ちゃんと捕まってくれてありがとうございましたってしっかりお礼を言うのが人間としての常識ですね。で、アイテムについてはやっぱ四つ星ですからね。経験飴 L3 個とダイマックス飴1個と鎧鉱石1個、あとマックス鉱石1個。やっぱり星少ない方が鉱石集めにはいいかもしれないですね。ただそんなことやってる人今いんのか知らないですけど。まあいいや。まあで、あとは普通のアイテムですかね。全然何の変哲もない。変哲あれ。はい、じゃあ見ていきましょう。これで、4V ですね。まあ微妙だな。で、レベル50の巨大マックスのオスの怪力でございますと。で、特性は不屈の心で、ひるむたびに不屈の心を燃やして、素早さが上がるというやつで、これ夢特性ですね。ただ、これあんま使わない特性ですかね。特に。まあいいや。で、爆裂パンチ、雷パンチ、インファイト、ダメ押しということで、まあ普通に強い技ですね。何にも言うことがないです。わんぱくな性格のやつですね。日付ずれてるのは突っ込まないでください。で、当然リボンはないと。まあだから何にもコメントがないポケモンです。はい、じゃああと2体くらいにね行きたいと思います。5つ星のも倒したいね。ルカリオもあとやりたいから、まあ適当になんか、あ、違う。はい、ダメ。こいつやたら出るな。ダメダメやん。いや今日ほんと運悪い。また紫ダメだ。くっそ。全然出ない。マジイラつく。ダメ。なんかワイルドエリアのが出んじゃないの。冠雪原全く出ないんだけど。そんなことない。ここで探す。そうやっぱ、いきなり出た。まあ行こっか。これタイレーツ5つ星行きましょう。はい、いいね。タイレーツやっぱいいポケモンだな。ただここだとあんま見にくくて下にしかいないから上が寂しいよ。ブレバで潰そう。全然入んねえ。タイレーツは6つですね。バリア5つ星で、こんだけありますから結構強いな。しっかり。いや、タイレーツ結構きついな。すごい、あの6つのバリアがきついし、排水の陣やられたし、急所に当たったしね。いやー、やられたね。急所でやられたし、ひでー。応援するしかないっていう。はい、氷のつぶてで倒してくれた。ありがとうありがとう。いやー、結構地味に強いっすね。はい、リピポでゲット。やっぱ確率めっちゃ上がったような気がすんな。ソロでもだって前めちゃめちゃ出てきてた時あったもんね。はい、でアイテムは5つ星でも大して変わんないっすね。やっぱり経験アメ XL が1個ある程度で、鎧鉱石マックス鉱石は1個ずつですし、他全然ねアイテム変わってないね。あとダイマックスアメが一応2個か。まあだから普通に四つ星やった方が報酬目的だったら全然いいっすね。なんだよこれ、やる意味あんのか本当。はい、じゃあ隊列見ていきましょう。あ、5V ですね。6V 来いよ、せめてもの。はい、でレベル60の、まあ性別はない隊列ということで、でそれで特性が兜オーマーということで、硬い甲羅に守られて
相手の攻撃が急所に当たらないというやつですね。まあ、これは夢特性ではありません。どうなんだこれ。よくわからん。愛兵にメガホン、にインファイトに岩石封じということで、まあ、しっかりした技は揃ってるんですけど、でもまあ別にこいつそんなバトルで使うようなポケモンではないのかな、多分わかんないけど。で、冷静な性格でございますと。いやー、別にこいつもね、特に言うことないけど、劇場版ポケットモンスターここに出てきたポケモンだったから、まあいいですよ。はい、じゃあラスト、ルカリオだけね、あと捕まえて終わりにしたいと思います。別に他のやつもね、まあ隊列とかもそうですけど、捕まえたくないんで、もともとね。まあルカリオだけはどういう感じかなってのを見ときたいんで、捕まえましょう。ダメ。おい、ダメ。今日願いの塊何個使ったんだよ。また、オアテルは。お、来たんじゃない？うわ、5つ星のイオルブということで結構いいけど。まあ私はね、やっぱルカリオのが好きなので、ルカリオに変えていきたいと思います。ここはみんなで挑戦やって、それで本ボタンを押して、日付変えるってやつね。日付変更バグで、イベントレイドのところのね、とこで出せば別のイベントレイドのポケモン出ますので、その方法でね、やって出していきたいなと。思う次第であります。はい、でこれでイオルブ連続運悪い。これでルカリオ出るまでやっていきましょう。あ、来た。ルカリオ5つ星ですね。しかもめっちゃ早い、すぐ来ました。まあ一応出てきたらね、まあこいつは別にまた出せばいいだけの話なんで別にいいんですけど、レポート書いておきましょうか一応ね。はい、でこれであんま他いいやついないんで、ネギがないとできましょう。うわ、やっぱルカリオはいいわ。今度はちょっとデカすぎて上の部分が見えないっていうね。やっぱ極端だよ。タイレーツだともう下に過ぎて上の部分丸開きだし。インファイト行け。どんぐらい入る？あ、まあ普通ぐらいか。あ、つうかバリア最初から貼られてましたね今。だからそこを注意した方がいいかもしれないですね皆さん。で、バリアの数は5つということなんで、まあそこまでここはきつくないですね。うわ、やられてしまった。インファイト行け。どんぐらい入る？お、倒せたか？オッケー、一気にいったね。すごいわ。弱いわ、ルカリオ。一番弱かった。リピボで行きましょう。あ、もう確定ゲットですね、ほぼ。本当に。この前なんか15体私、通信してレイドポケモン捕獲しましたけど、100% ゲットできましたもん。今までは3分の1ぐらいしかゲットできなかったのに。だからその辺の確率、やっぱ厳しすぎたのか、変えたのかもしれないですね、最近。多分。で、アイテムについては、L が2個で、XL が1個で、という感じで、まあさっきと一緒っすね。だから全然ほんと、アイテム攻めてよくしようよっていう話なんですけど、まあルカリオだからいいっしょ。そこは許そう。はい、見ていきましょう。おい !5V かい。せめて 6V 来い。で、レベル60のオスのルカリオということで、特性は不屈の心で、ひるむたびに不屈の心を燃やして素早さが上がるということで、さっきと一緒じゃん。これしかもこれまた夢特性ではないですからね。まあこれそんな強い特性じゃないから、これはきついね。で、技はインファイト、コメットパンチ、ストーンエッジ、地震ということで、ほんといい技覚えるね。技範囲いいね。で、慎重な性格でございますと。で、リボンはないと。まあとにかくルカリオはかっこいいんで OK です。はい、ということで今回も終了しましたけど、今回はカイリキーとタイレーツとルカリオゲットということで、まあ地味面ですね、はっきり言って。ただルカリオだけはね、もう純伝説にも相当するぐらいすごいかっこいいし強いポケモンだと思いますので、まあこのルカリオだけでね、今回の期間限定レイドめっちゃいいんじゃないかなと思います。まあ最近はね、みんなステイホームしてると思いますので、この珍しいねルカリオ出てきたら嬉しくなると思いますので、まあやってくれたのかもしれないですね。まあでも私興味ないんで見るか、リオちゃんの動画でも。